はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は TS 第5弾阪神登場選手予想をやっていきます。はい、というわけでね、現在開催中のプロスピセレクション20周年スピリッツに関しては明日で終了となります。というわけでね、明日は更新日となっております。で、前にね、公開されてた調子くんのしおりのね、日程から考えると、もうね、次回の次の更新っていうのはね、キャラバンが確定してるんで、TS5 弾に関してはね、おそらく明日登場してくるんじゃないかなと思います。で、TS 第5弾のね、登場日とか、システム予想に関してはね、もう先週動画出してるんで、こちらのサムネの動画見ていただければなと思います。で、一応このサムネの動画内でも喋ってるんですが、一応ね、簡単に TS 第5弾の予想をまとめをしておくと、TS 第5弾に関して明日登場して、ガチャシステムは60レンジ、チーム確定のイベントはバッティングトラベラーになるんじゃないかなと思います。で、明日の次の更新っていうのがでもドリームキャラバン確定してるんで、もしねここにね TS 第6弾をね去年のアニバ総選挙に被せたみたいな感じで TS 第6弾被せないのであればね、おそらく明日登場するであろう TS 第5弾が今年最後の TS になる可能性もあるかなと思います。で、60レンジチーム確定ありであれば結構ね純正向けのメンバーっていうところも登場してくるんで、もう開催が発表されているスピリーグに向けてねオーダー作ってる方に関してはね、まあ、もしかしたら最後のオーダー強化ができる TS になる可能性っていうのもあるかなと思います。というわけで今回の動画ではまずは今年の阪神の TS 登場選手を振り返って、その後に TS 第5弾阪神登場選手候補紹介やっていきます。それではまずは今年の阪神 TS 登場選手振り返りやっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまずは今年の阪神 TS 登場選手振り返りやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは TS 第1弾です。というわけで TS 第1弾に関しては関川さんが阪神版 TS 初登場となりました。で、関川さんは現在ソフトバンクに在籍しております。で、関川さんは現在ソフトバンクにコーディネーターとして在籍しています。で、能力の方が弾道低弾道の完全ミート型となってます。で、守備適性がライトメインで、突すればレフトファーストキャッチャー可能となってます。で、特殊能力は超流し打ちアベレージヒッター対右投手となってました。というわけで関川さんに関しては過去に中日版の TS は登場していましたが、阪神版に関しては初登場というところで他球団所属の阪神新規 TS 選手となってます。続いて TS 第2弾です。というわけで TS 第2弾に関しては秋山さんが新規 TS 選手として登場していました。で、秋山さんに関してはね、現在も阪神に在籍されている現役選手となってます。で、能力の方が球威下77、85、77の完全制球型のデフォルトで制球への称号次第では球威 A かスタミナ A が可能な選手となってました。で、投手規制がね先発のみとなってて、球種的にはね、まあ、一応リアタイム向けの球種持ちでした。で、特殊能力は超援護コントロールタイピンチとなってました。というわけで秋山さんに関しては自チーム所属の現役選手の新規 TS 選手となってます。続いて TS 第3弾でしたけど、第3弾に関しては岡田監督が初登場となりました。で、能力的には弾道パワーヒッターの称号でミパエドッチが狙えました。で、守備適性はセカンドメインで突すればファーストライト可能でした。で、特殊能力は超パワーヒチャンスやなる男となってました。というわけで岡田さんに関しては自チーム所属の首脳陣の新規 TS となってます。続いて TS 第4弾でしたけど、第4弾に関しては久保田さんが2年ぶりの登場となりました。で、能力の方が称号で球威制球 A どっちが狙えました。で、投手規制が中継ぎメインで突なしで抑え突4で先発可能でした。で、球種に関してはリーグ向きで B 級史上3つ持ちとなってました。で、特殊能力は超大ピンチ5速球奪三振となってました。というわけで久保田さんに関しては自チーム所属の首脳陣の既存 TS となってます。そして最後、イチローセレクションです。イチローセレクションに関しては、今岡さんが2年連続の登場となってて、能力の方が弾道アーティストの完全ミート型となってました。で、守備適性がセカンドメインで突すれば、ショートサード可能となってます。で、特殊能力は超流し打ちアーティストアベレージヒッターとなってました。というわけで、今岡さんに関しては、自チーム所属の首脳陣の既存 TS となってます。というわけでね、ここまでね、TS 第1弾から第4弾とイチローセレクションの阪神登場選手見ていったんですが、今年の阪神の TS に関しては、ここまで新規が3、既存が2、という流れになってます。で、イチローセレクションっていうところをね、まあ、どう考えるかによってね多少変わってくるんですが、まあ一応ねセレクション系っていうところがあるんで、まあ一応ね通常 TS にはねあまり数に入れなくていいかなと思ってて、まあ今年に関してもね今岡さんと岡田さんがセカンドカブリで出てるみたいな現状があるんでね、まあ基本的にイチローセレクションはね数に入れなくていいのかなと思ってます。まあなのでね、今回の TS 第5弾の予想をするのにね必要なところで言うと、新規 TS が3、既存 TS が1、そしてピッチャーが2、バッターが2となってというところでね、実はね、TS 第5弾に関しては予想がめちゃくちゃ難しくて、まあ、新規か既存かで言われるとね、既存の選手が出る可能性高いのかなとは思うんですが、まあ、ピッチャーにバッターにと来てるんで、まあ、ピッチャーが来る可能性もバッターが来る可能性もあるのかなと思います。で、もしね、TS がね、5弾で終わるっていうことをね、考慮したとしても、まあ、一郎セレクション除いてもね、ピッチャーが来たらピッチャーさんバッターになりますし、まあ、そこに、ね、一郎セレクション入れればピッチャーさんバッターさんっていうのはね、全然おかしくないですし、まあ、逆にね、ここでバッターが来たとしても、通常 TS だけでもね、ピッチャーにバッターさん
バッター3、イチローセレクションよりもピッチャーにバッター4という流れになるんで、まあ、正直ね、ピッチャーにバッター4とかね、ピッチャーさんバッター3とかっていうのはね、全然ね、過去の TS を見てるとおかしくないっていうところがあるんで、まあ、正直ね、誰が来ても全然不思議じゃないっていうのがね、今回の阪神の TS 第5弾になってるかなと思います。でまあね、通常 TS だけで見るとね、新規が多いから既存じゃないかとはね思うんですが、2022年に関してはね、藤波さん、矢野さんとね、既存 TS が2弾連続出た後に、江草さん、糸井さん、片岡さん、久保田さんと4回連続で新規 TS 選手が登場してるっていう年もあったりするんで、今年のね TS っていうところがもしかしたらね新規4になる可能性っていうのも全然あるかなと思います。はい、というわけでここからは TS 第5弾阪神登場選手候補紹介やっていきます。で今回に関してはね結構悩んだんですが、ちょっとね攻めた予想しようかなと思ってて、今回に関してはねピッチャーを1人バッターを3人予想させていただきます。というわけでまずはピッチャーです。というわけでピッチャーに関しては江草さんを予想させていただきました。はい、というわけでね、江草さんに関しては2022年の TS 第3弾で登場していました。なのでね、今年登場してくれば2年ぶりの TS 登場となります。で能力の方が9位から78-63-68の完全球威型の称号で球威 A が狙える能力となってました。で、投手適性が中継ぎメインで突散で先発可能です。で、球種に関しては、まっすぐのね、ストレートは持ってないんですが、通信フォーク持ちでツーシームも A となってます。で、特殊能力は超奪三振、タイピンチ、打たれ強さとなってます。だけどね、リーグ勢の方に関してはね、完全球威型っていうところがね、まあ、もしかしたら使いにくいポイントになる可能性あるかなと思いますが、リア対勢の方に関してはね、まあ、綺麗なね、まっすぐのストレート持ってないっていうところと、まあ、スラカット系じゃないっていうところがね、まあ、少しネックなポイントにはなるかなと思いますが、まあ、一応ね通信フォークっていうリアタイ向きの組み合わせの球種を持ってますし、まあ、さらに、ね、特殊能力に対ピンチがあるっていうところがあるんで、ピンチの場面でね出して対ピンチが発動すればね、ツーシーム S のスライダーが5のスローカーブが3のフォークが5になるというところで、まあ、結構ね変化量のねでかいピッチャーになるっていうところがあるんでね、まあ、リアタイ勢の方はね獲得しに価値あるんじゃないかなと思います。で特にね次の大会がスピリーグっていうところで、もうスピリーグに関してはね阪神のピッチャーしか使えないんで、まあ、やっぱりね純正やってる方に関しては、ね、中継ぎがね何人いても困んないっていう現状があるんで、2年前にね江草さん取り逃したっていう方とかね、まあ、そもそも2年前阪神純正とかプロスピー自体をねやってなかったっていう方に関してはね、まあ、今年のね TS でこの後登場してきた場合はね、まあ、スピリッツも4600となりますし、まあ、阪神に関してはね今年セレクションのね選手っていうところもねそんなに出てこないかなっていうところがあるんで、まあ、4600であればね全然スピでも押せると思うんで、まあ、この江草さんに関しては、ね、登場してきたら獲得するのはねリア対勢であれば全然価値あるんじゃないかなと思います。続いて野手陣でしたが、野手陣に関しては今回3名紹介させていただきます。だからまず1人目ですが、1人目に関しては原口さんを予想させていただきます。だから原口さんに関しては登場してきたら新規 TS 選手となります。だからね原口さんに関してはね、まあおそらく登場してくるのであれば2016年査定になるかなと思います。で2016年査定っていうのはね、実は2017シリーズ1、そして2021年の石橋貴明セレクションで登場していました。で今回に関しては、ね、石橋貴明セレクションの方で見ていくんですが、まあ、当時のセレクションに関してはね、去年の夏のヒーローとか今年の20周年スピリッツみたいに、ね、表参戦がねプラス1されなかったわけじゃなくて、むしろねこの頃に関してはセレクションもねプラス1されてたっていうところがあるんで、まあ、表捨てに関してはまあ参考程度ですが、ここからマイナス1の能力で登場してくるんじゃないかなと思います。まあ、なので、ね、能力としては弾道パワーヒッターのミートが76-72-61の称号でミパ同値が狙える能力になるんじゃないかなと予想します。で守備適性に関してはおそらくキャッチャーメインで D57 で突後でファーストに置くことができます。で裏の参戦が補給から40-73-48となってます。だけど、ね、まあ、キャッチャーで使うにはねちょっと物足りない裏捨てになってます。で特殊能力は超パワーヒッターやサヨナラ男満塁男となってます。だけどめちゃくちゃ特殊能力の癖が強いです。まあ、なのでね常時発動させれる能力としては超パワーヒッターのみとなってます。だけど、ね、リーグ勢の方に関しては、ね、多分ねここのねミパ同値が登場してくれば、もしかしたらねシリーズ1でミート型8人パワー型8人のねコンボも出せるんじゃないかなと思います。でリア対勢の方に関しては、まあ、正直ねパワーの低いパワーヒッターっていうところがあるんでね、まあ、ちょっとね使いづらいっていう可能性もあるのかなとは思いますが、来週にはねパワーヒの強化も入りますし、そもそもね通常 S ランクに関しては、ね、中段道になってるっていうところがあるんでね、まあ、中段道よりかはねさすがにパワーヒの方がいいかなとは思うんで、まあ、この原口さんがね登場してきたら獲得しに行くのはありなんじゃないかなと思います。まあ、ただねキャッチャーで使うにはねちょっと守備能力がね物足りないっていうところがあるんで、まあ、使うのであれば DH とか代打起用になるかなと思います。でさらにね DH とか代打で使ったとしてもね、サヨナラとか満塁とかってね結構尖った特殊能力を2つ持ってる現状があるんで、もし DH で使うのであれば6番以降で、まあサヨナラとか満塁とか持ちっていうところがあるんでね、基本的には満塁の場面とかねサヨナラの場面で代打で使うっていうのがね一番いい起用法にはなるんじゃないかなと思います。まあただね原口さんに関してはね結構 A ランク S ランクで、ね、登場してる選手なんでね、まあ比較的ね
極みに持っていきやすい方が多いんじゃないかなと思います。続いて2人目です。というわけで2人目に関しては平田コーチを予想させていただきます。だけど、ね、平田コーチに関しても登場してきたら新規選手となります。で、登場してくるなら、ね、1985年の125試合出場の打率が2割6分1厘ホームラン7本打点53の投手かなと思います。で、この成績であればね、おそらく弾道は低弾道、まああっても中弾道ぐらいになるのかなと思います。で、表の3ステに関してはまあもしかしたらね、全道値は狙えるぐらいのね、能力査定になる可能性はあるのかなと思います。まあ、ただそれでもね、ミート A とかっていうところにはね、ならないかなと思うので、まあ、表三捨てがね、結構高い能力っていうところはね、あまり期待できないのかなと思います。まあ、ただね、平田さんといえばね、やっぱりね、ショートの名手と言われてるっていうところもあるんでね、まあ、ショート適性に関しては A あるんじゃないかなと思います。で、阪神のね、ショート A に関しては、過去ね、2020年の TS で登場していた久慈さんのみというところなんで、まあ、もしね、平田さんが登場してショート A であれば、2020年の久慈さん以来のショート A の選手となります。まあ、なのでね、もしね、平田さんが登場してきてショート A なのであれば、平野さんをね、持っている方に関しては平野平田のね、二遊間 AA コンビっていうところをね、組めるようになります。で、平田さんに関してはね、まあもちろんね、結構な功労者ではありますが、年齢もね、65歳になられてるっていうところがあるんでね、もうそう長くはね、やっぱり現場でね、ユニフォーム着てっていうのはね、少し難しい年になってくるんじゃないかなと思うので、もしね、今年 TS 登場してきた場合は最初で最後の TS になる可能性っていうのもあるんじゃないかなと思います。さあ、そして最後もう一人紹介していきます。というわけで最後に紹介する選手は新庄さんです。はい、というわけで、もう新庄さんに関してはね、2019年の OB 以来ね、登場がないというところで TS 登場してきたら新規選手となります。で、能力の方が弾道高弾道のミートが71、78、78のデフォルトでパワー走力同値の小5でパワー A か走力 A が狙える能力となってます。で、守備適性がセンターメインで A88 なんで、特殊で S90 にできます。で、突出しでね、両翼も可能となってます。で、裏の賛成が補給から75、83、95となってます。というわけで守備能力はめちゃくちゃ強いです。で、特殊能力が超プロヒッターチャンス対左投手となってます。だけどね、一応ね、プロヒッターに関してもね、来週修正は入りますが、まあめちゃくちゃね、変わるっていう現状はね、ないのかなっていうところがあるんで、まあおそらくね、今まで使ってるプロヒッターとね、同じ感覚になるんじゃないかなと思います。まあなのでね、新庄さんに関しては高弾道プロヒッター選手となっております。というわけで、まあ高弾道のね、パワー A 狙える能力でっていうところがあるんでね、まあプロヒッターあってもね、十分打ちやすいかなと思いますし、自分に関してもね、もし新庄さんが出て取れれば、もうセンターのね、レギュラーで使う予定となってます。というところで、まあ高弾道プロヒッターっていうところでね、敬遠する方もいるかなと思いますが、まあやっぱりね、それを凌駕する守備能力っていうところがあるんでね、まあやっぱりね、新庄さんが登場してきた場合に関してはね、まあやっぱりね、獲得してセンターに置かないとね、もったいないかなっていうところがあるんでね、もしね、この後の TS でね、新庄さんが登場してきた場合は、ぜひともね、獲得していただければなと思います。はい、というわけで今回は TS 第5弾の阪神についての動画撮っていきまして、いかがだったでしょうか。というわけで阪神の TS 第5弾の予想は、本命が江草さん、対抗が新庄さん、大穴が平田さんと予想させていただきます。というわけでね、約2週間後にシリーズ2も迫ってるっていうところがあるんでね、もうこの後ね、 TS が残り1回なのか2回なのかとかもね、注目しながらね、今後の更新見ていきたいなと思います。というわけで、もしよければ TS 第5弾で登場してほしい阪神の選手いましたら、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画、この辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画、この辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。